フォールアウト76遊んできます。それでは本日は恒例のシーズン報酬全開封の儀を行っていきましょう。もう毎回ね、とてもユニークなアイテムがあるため、このスコアボード進行は現在の76のメインコンテンツの一つともなっています。で、最後の方に行けば行くほど目玉アイテムが含まれてますが、まあ最近始められた方でもこれがいいなぁと思うものがあれば、まあひとまずね、今シーズンギリギリまでスコアを稼いで、で、あとはアトムポイントで購入するっていう方法もありますので、まあ何か良いものはないかね、確認する上で、よろしければ最後までご覧くださいませ。というわけで早速見ていきましょうか。スコアボードで、消耗品は序盤の方はね、多少取得済みではありますが、まだどんなアイテムがあるのかもうほとんど把握しないんでね、楽しみですね。じゃあ上から見ていきましょうか。いきなりマスクですか、これ。マンタワンのサイドキックのマスク。じゃあ衣装はね、都度身につけていきましょうか。これだ、マントワンのサイドキックのマスク。どういう意味ですか、サイドキックって。これを身につけてみると、お、こんな感じか。あれ、今までこういうタイプのマスクありましたよね、あの泥棒マスクみたいな。さらに新たなね、メガネタイプのマスク、そんな感じでしょうか。うん、これとマンタマンの衣装は合いそうですね。さあ、そして再びマスクですね。デモリッシャーのマスク。マスクは2連続ですが、これはなんだ、敵キャラなのかな、このヒーローに対するね。あ、レーダーデモリッシャーなんだ、名前は。これは見つかりませんでしたね。これなんだ、これ管が出てる、電気線の。で、こちらを装着すると、お、こんな感じか。レーダーにいそうですね、いかにも。過去作ではこういうヘルメットかぶってるやつ結構いましたけど、今作でもいましたっけ。これはポスターですね、マンタマンのポスター。ポスター系は見た目がいい印象がありますけど、ポスターはここら辺かな、あるとしたら。あ、これがアンストッパブル。見た目は超イカス、これ一式に飾りたいな。あれ、2種類ありますね。これは額入りか。次はマンタのサイドキックの衣装。マンタマンの衣装はありましたけれど、それとは別なんですかね。こちらがマンタマンで、マンタマンのサイドキック、サポーターみたいな感じかな。こっちがヒーロー本人で、で、それをサポートする人、それはサイドキックなのかな。まずはマンタマン、これが今までのものですね。マント付き、結構マッチョ感がありますよね。そしてサイドキック、あ、どうだ、あ、マントないんだ。で、腕が出てますね。まあヒーロー系ではありがちだね、袖なし。これ一周回ってかっこいいみたいな、そんな感じか。腕になんかついてますね。そして怒りのようなマーク、タトゥーか。これサイドキックのマークなの。そして T51 フレア、あ、これは美容室のフレアじゃなくてパーマーか。さあ、つけてみましたが、カメラで寄ってみましょう。ちょっと暗くて見にくいかな。で、見事にね、パーマのヘルメットになってますね。さらにシルバーシュラードのフレア、あ、これはいいんじゃないの。シルバーシュラードのぬいぐるみが超出来がいいですからね。しかしバックパックにつけてしまうとね、ネタ感が出ちゃうんだよな。位置が全体的に下についてるんですよね。こうなんか側面とかね、ついてもいいのかなと思うんですけどね。さあ、さらに左につけてみましたが、うん、やっぱりやや浮いてしまう感があるね。見た目はいいんだけどな。ああ、これは可愛いぞ。そして今回のパーマのスキンかな、ミストレス T45 塗装。今回のパーマの塗装はミストレス塗装なんですか、全体的に。あ、これはあの衣装のままですね、色合いがね。そしてインスペクターのサイドキックのメガネ。またサイドキック、こちらがインスペクターで、こちらはサイドキックかな。インスペクターは見た目的にね、手品師的な感じがありますけどね。これだ、丸メガネだが、あんまり大きくありませんね、レンズがね、ちっちゃいタイプ。滝蓮太郎あたりがつけていそうな。滝蓮太郎で合ってる。さあ、メガネはこんな感じですね。ああ、その昔のスーパーマン、その主人公はこういうメガネかけてませんでした。会社員になりきってる時のそのメガネですね。最近ではスーパーマンではなくてスパイダーマンか。そして、あ、ダフネ、これはライドコンパニオンですね。女の子のキャラクターですが、これはなんだ、
おもちゃ箱に椅子ですかね。ここに座るのか。どうせなら、表に座ってもらいましょうか。ここでいいかな。さあ、呼んでみたが、こっちにいますね。あ、なんだなんだ。姿聞いていた。おお、ダフネ。どうですかね、これ。敵が近くに寄ると戦ってくれんのかな。なんかプロモーションムービーで見たのと格好が違いますけど。夜に変形するとか、そういう感じなんでしたっけ？ああ、化けた。まだ夜じゃないけど、いいの？この人はどういう能力があるんですか？他のライトコンパニオンにもね、特色がありましたけど。物を売ってくれるとか、客として来た。なんか売ってくれんのかな？あれ？本が売ってるよ。雑誌も買えんの？グロックナック・ザ・バーバリアン。じゃあせっかくだから、購入しましょうか。ああ、これが特色ですかね。このキャラクターのね。カスタマイズすると、これ衣装着れるんですか？このキャラクターも。あれ？アパレル出てこないね。子供用の服とかあんのかな？もしかして。さあ次は、インスペクターのサイドキックの衣装。これは普通のサイドキックの衣装とは違って、結構ぴっちりしてますね。マンタマンのように、ヒーロー的な感じだね。さあこちらを着てみると、こんな感じ。おぉ、ちょっとハイレグ気味だな。レオタードだね。どっちかというと。見た目なかなか面白いけどね。これは、どっちだ？フォトモードか？もしくはエモートか？多分フォトモードかな？クイックドロー。ああ、なかなか活かしてますね、ポーズが。で、クイックドロー、これだ。ああ、体が全体的に、斜めっていてね。とてもいいですね。しかし、この衣装。ギャグにしか見えない、やっぱり。ボルトボーイが着るとね。これはサムライ。今回の目玉アイテムに、これのパーマがあるのかな？で、サムライに、おでこに目玉があるから、サムライ。それのアイコンか。面目にかけて、お前を倒す。さあ、次は、ガスポンプ作業台？なんだこれ？見た目がすごくいいけど。何の作業台？醸造ステーション。ああ。醸造ステーションは、何かとね、見た目がいいものが多いですが、これまたなんか面白いね。両替何ついてんのこれ。これが黒バージョン。かっこいいやつですが、これが今回のものですね。やっぱこうなんか、文字の貼ってる看板？それがあるのはいいよね。それだけで見た目が、とても良くなりますからね。ビール。両側これ動いてる？動いてますね、なんかね。水の部分が。上下してる。今、両側が満たされてますね。うん、これは、とてもいいね。さらに、シルバーシュラードのサイドキックのマスク。シルバーシュラード自体にマスクってありましたっけ？ぬいぐるみは覆面被ってましたけどね。この図か。今回マスクが多めなんですかね、じゃあ。今までの衣装にもね、合いそうですね、これは。さあ、マスクをつけてみると、こんな感じ。あ、やっぱりこのヒーロー衣装。これにはこのタイプのマスク合いますね。やはりシルバーシュラードの衣装。こっちのが合いますかね。うん。この衣装はかっこいいからね。そして、なんだこれ。シルバーシュラードペイント？何のペイント？これは。まさかのテスラライフル？え？なんだこれ。見た目がすごい。超ユニーク。あー、テスラライフルだ！あー！初めてじゃないか？テスラライフルのスキンね。やったー。あれ？でも待てよ。よく見ると、色違いの可能性出てきた？あー、色違いか。形状が変わるわけじゃないんだ。うん、シルバーシュラードの黒い感じが出てますね。で、真ん中のね、エネルギー部分。ここは青白く光ってますね。打つとこんな感じ。シルバーシュラードもついに、実弾ではなくて、エナジー系を使うんですね。これは、マウル。これも、ライトコンパニオンですよね。どれかな？これか。マウルの大釜。ああ。横のこの部分。人肉じゃないの、どう見ても。あ、来た。マウル。おお。お前なのか。あれ、マウルにも衣装着せられる？もしかして。こいつはメガネかけてますね。フォールアウト4にも、メガネをかけたね。スーパーミュータントはいましたか？なんだなんだ。あ、戦闘始めた。おお、スーパースレッチ。カスタマイズはどうかな？やはり何もありませんね。このキャラクター何ができるんだ？客。あ、こいつも雑誌売ってるね。同じく。グロックナックザ・ババリアンだ。
お、来ましたね。シルバーシュラウドのサイドキックの衣装。これも半袖か？さあ、これを着てみると、こんな感じですね。これは黒と白だから。色はいいんだけど、さっきのスコアボードにあるような、スーツ着た感じの衣装。それじゃないんですね。そして、グリーンジャグカーペット。これ床ですね。あれ、今までも同じようなのありましたよね。それとは違うのかな？これが芝生ですよね。今までの。あった。グリーンジャグカーペット。ああ、微妙に違いますね。で、2種類ある。オレンジカーペット。これは今までね、持っていたものでしょうね。あ、白もある。3種類目だよですね。これは、グロックナックの床。見た目面白そう。ああ、タイル状で、そしてなんか、ジャングルを模してるかのような。そんな感じですね。これだ。グロックナックタイル。やっぱりタイル系は、お風呂とかね、トイレとか、そういう場所に合いますよね、主に。あとはドンキーコング感があるね。昔のゲームの。このドット感がね。そして、ミステリーのサイドキックのマスク。このマスクはちょっとした飾りがついてますね。さあ、マスクをつけてみますと、こんな感じ。まあ、今んところ色違いかな。いや、微妙に違うか。横部分がこれありませんね。お、ジャッジメント塗装。これ誰の武器ですか？ジャッジメント？これ今回のヒーローと関係ない？もしかして。さあ、現在のフィクサーが以前のブラッドイーグル塗装。それを設定してますが、ああ、一緒かな、形状はね。フィクサーに関しては、形状違いは、今のところなさそうですね。とっても黄金だ。まあ、シルバーシュラードが使っても、結構合う感じですかね。そして、ミストレスのサイドキックの衣装。こちらも同じタイプのようですが、これ元からある衣装の色合いにとても近いけど、これなんかエロいな、これ。あれ、タイツ部分ないの？素肌が出てるけど、これどういうこと？で、パンツが飛び出てない、これ。白いパンツが飛び出てるように見えるんだけど。まずいでしょ、これ。まずいというか、パンツが飛び出てるのかっこ悪いよな。私も、パンツが飛び出てしまうのか。さあ、これを身につけてみると、ああ、パンツが。これほんとパンツ。いや、これはなんとかしてほしいな、これ。ああ、はみ出てる。かっこ悪い。ヒーローなのに、とってもかっこ悪いよ。さっきの女の人が着ていたのはね、なかなかセクシーにも見えたんだけど、パンツさえ出てなければ。これは、ミーングリーン。武器を片手に、フォトモード？ああ、これかっこいいんじゃないの？しかし、どの武器か決まってんのかな？ミーグリーン。ああ、これは武器固定かな？なんかハンドメイドを担いでるかのような。そういう風にも見えますね。パーマでこのポーズするとどうなるのか、それもちょっと気になりますね。これはウエストランドのゴング。これ見たことありますね。他の人のキャンプで。特にスーパーミュータント用とか、そういうわけじゃないのかな。あったー。フロア用装飾にありましたね。ウエストランドのゴング。せっかくだから、このスーパーミュータントが叩けるように置いておきましょう。叩いてくれるかな。どうだ？ビート。お。おぉ、おらなんか音が、あまりでかくありませんね。奇妙な音がする。お、ボーンと。これはずっと叩いてると、なんか能力が得られるんですかね。さあ次は、先ほど見ましたね。グロックナックの壁紙。壁紙。一番下にあった。おぉ、とっても、ジャングル感が出てますね。お、叩き始めた。商人が叩き始めましたね。こんなもんか。グロックナックの衣装には合いそうな色合いだね。あ、これ取り忘れてましたね。ドクターブレインウォッシュのポスター。これか？あ、これっぽいな。グロックナックのドクターブレインウォッシュのポスター。あー、なんか映ってますね。なんか悪の科学者みたいな。いや、悪なのかな。このヒーローを作った博士かもしれない。さあ、もう少しでゴールですが、今のところ、キャンプアイテム的なものはね、今回少ないですね。これは、グロックナックの別の斧。なんだと？どういうとギターじゃないか、これ。エレキギター。これは斧のスキンかな？見た目はいくつかありますが、
これが今回のものか。グロックナックの斧は、やたらとどれもね、見た目凝ってますよね、スキンが。ああ、これも、とてもいいね、見た目はね。スタンダードに対して、かなりごつくなってる。一応この部分が斧になってるんだ。さあ、身につけてみると、こんな感じですね。うらぁ。殴り方一緒だか？音が、ギターの音になってますね。ブリーンと出せる。現在のこの衣装にも、なかなかね、色的には合ってるかな。お、来た！侍塗装。これはパーマか？それっぽいな。おー、あ、目玉がすごい。侍用のヘッドウェアはね、以前ありましたけれど。それともなんか、合わせてもね、良さそうだよね。侍パーマー！ライドーン！お、後ろからの見た目。あ、どうかな？これはどうだ？かっこいいとは言い難いな。侍！あー！目玉が赤く光ってる。ああ、顔部分はちゃんとね、お面になってますね。まあ、この鎧がね、ちょっと中国風。それ入ってますからね。完全な和風とはちょっと違うかな。三国志あたり出てきそうな、そういう鎧ですよね。侍のヘルメット、これだ。さあ、これと合わせると、果たして合うのかどうか。どうだ？ああ、なんかちょっと違うな。まあ悪くはないんだけど、やっぱり肩部分かな。これがなんとかなれば、もうちょいね、見た目が上がるかもしれない。しかし全体が丸いからね、侍感はあまりないかもしれない。さあ来ましたね。グロックナックのフレア。シルバーシュラードについて、こちらの見た目はね、かなり良さそうですが。さてつけてみましたが、ああ、とても可愛い感じだね。遠くから見ても。アップにすると、こんな感じですね。ちょっと汚い尻が見えて。あまり見た目良くないな。さて、残りわずかのところで、これはビールスタインかな？ミードグロックマグネ。ビールステインの項目にありましたね。じゃあこれをこれに置いときましょうか。さらに、ファイティングスタンス。このポーズもかっこいいじゃないか。これか？ファイティングスタンス。これだよね。これはどうかな？武器持った状態だと。武器も反映するんだろうか。両手武器は消えちゃいますね。武器は消える系かな。片手銃はどうかな。あ、銃も消えますね。残念。あ、デモリッシャー。ここに出てきた、再び。お前何もなんだ。さあ、デモリッシャーの衣装は、お、あー、肩のマッチョ部分が出ていて。で、その先、包帯で巻いてある。これがかっこいいね。残り5つで、ここで、グロックナックのサイドキックのマスク。マスクをつけると、こんな感じ。形状は、やや四角い。さあ来ました。今回のこれ目玉かな？フェッチのコレクトロンステーション。ああ、これはキャンプに犬が飼える。このアイテムはシェルター内で作成できない。そうなんだ。ああ。ぜひとも、ドッグミートと名付けよう。コレクトロンだから、ここの項目かな？さあ、レッドロケットについて、新たなユニークな、コレクトロン誕生だ！うわあ、やったあ！ああ、やったあ！ああ、ああ、すごい！かわいい！撫でられないの？撫でられませんね。これは何を回収してくれるんだ？ターミナルはいつも通りですね。お！動き始めた！やったあ！おお、歩いてる。すげえだこれ。ずいぶん移動しますね。キャンプの範囲から超えてるよ。相当移動してるけど。こんなに移動すんの？どこまで行くんだこれ。残りは2つですが、ここで、グロックナックのサイドキックの衣装。まさかのヒョウ柄。さあ、こちら着てみると、こんな感じ。ああ、これも。パンツが飛び出てしまってます。なんていうことでしょう。TM レボリューションが昔こんな格好してませんでした。じゃあ次は最後ですね。こちらは途中の侍のパーマ。それの色違いかな？あれ？なんか出てきたよ。あ、これはあれか。アンリミテッドかな？そうですね。あれ？最後の報酬どうやって確認するの？調べる。いや違うよ。最後は大抵いくつかまとまってると思うんですけど。
それが見れないんだけど。え？何を撮ったの私は。最後。ちょっと調べるか仕方ない。最後はパーマーの塗装に、あとは今回のスコアボード。まあ、それのキャンプアイテムですね。あとはアトムポイントかな？そしてアイコマリオですね。これかな？カタラックス。何これ？これが何なのかわかりませんが。じゃあ色違いのパーマー。それを見てみましょうかね。名称はこれかな？ディアボリカルズ塗装。よし、できたぞ。あ、ああ。まあ、色の派手さがなくなったから。これはこれでね、ありになりましたね。ちなみにこの犬は、ジャンク集めてますね。カイロ、バラのギア。ネジ系を集めてる。では本日はここまでですね。今回はシーズン6の報酬、全開封の儀を行ってみましたが、まあ目玉はね、このね、犬のコレクトロンでしたね。あとはライトコンパニオンが2人いますが、まあ味方 NPC が増えても、設置できるのは1人なので、まあこの点が解決しないとね、増えたところで、あまり嬉しさは少ないですよね。もう人が増えれば増えるほど本来は楽しくなるものだと思うんですが、まあそれがないため、まあこれ今後ね、カスタムワールドで可能になるなどしてほしいものですね。あとはそのコンパニオンのクエストないのかな？まあ今後可能であれば、今までのね、ライトコンパニオンにも何らかのクエストを実装してほしいですね。他には犬のコレクトロンに全ての力が注がれてしまってる感じで、ちょっと衣装の色違い系が多くね、まあキャンプアイテムがほとんどありませんでしたね。この上場ステーション、まあこれが素晴らしかったくらいかな。まあ何かとね、毎回シーズン1のようには盛りだくさんな感じするのは難しいのかもしれませんが、まあこれまた次のシーズンに期待しましょう。で、シーズン7は12月の前半でいいのかな。まあもしかしたら何かあって延期される可能性はありますが、じゃあというわけで今回はこれまでということで、また別の動画でお会いしましょう。